ウジランダウ,ウジランダウは、イスラエル第3の都市ハイファ出身。イスラエルの政治家で、元軍人。所属は、イスラエル我が家。イスラエル工科大学、マサチューセッツ工科大学卒。父親はリクード、その前身のヘルートの有力議員で、メナヘムベギン政権下で閣僚を務めたハイムランダウ。ポーランドにそのルーツを持つ。40代までは、イスラエル国防軍に所属。 パラシュート部隊に所属し、少佐の地位で退役、政界に身を投じる。マサチューセッツ工科大学で PhD を取得。1984年の総選挙でリクードから出馬し初当選。党内では最も強硬な議員として脚光を浴びる。1999年には同党の党首選に出馬するものの、ベンヤミン・ネタニアフ首相の前に敗れている。 以来連続6期当選。2001年、シャロン政権が発足すると、警察省として初入閣。シャロン政権の強行策を積極的に後押しし、パレスチナ自治政府の東エルサレムの拠点オリエントハウスの選挙の際は、警察省として人頭指揮を取った。ユダヤ人入植者や国家宗教党など、宗教勢力との太いパイプを有していた。シャロンとの関係は、 非常に良好で2003年の総選挙でシャロンが再任されるとランダウは首相不詳に横滑りする。しかし翌年シャロンがガザ地区からの全面撤退を突如として打ち出すとこれまでの関係が一変する。ランダウは党内反主流派のリーダー格としてシャロン政権打倒に立ち上がる。同年4月のリクードの党員投票では20ポイントの大差をつけ一旦は 秘訣に持ち込むが、2004年10月の国会での採決では、労働党が賛成に回ったため撤退計画は実現に至る。ランダウは反対票を投じたため、即座に首相府省を解任される。翌年1月に労働党を加えた大連立が発足するが、当閣への意思をさらに鮮明にしたランダウは、同志13人とともに内閣承認採決に反対。 3月の予算採決にも反対する。政党政治にとり、予算は命とも言えるもの、それをめぐって対立が起きること自体、もはや当時のリクードは、政党の体を成していなかったと言える。8月のガザからの撤退で、リクード内の怒りが、頂点に達すると、ルーベン・リブリン国会議長を担ぎ当格に乗り出すが、リブリンはこれを誇示、ランダウと同じように当格の意思を鮮明にしていた。 ネタニヤフは、党首選を前倒しし、シャロン追い落としを図ったものの、この健康一滴の大勝負も、シャロンらの集団離島で失敗に終わる。ランダウは、シャロン離島後のリクードの党首選への出馬を考えるものの、リブリンに悟されネタニヤフを支持する。2006年3月に行われた、総選挙では、ランダウは、悪の汚名を一心に浴び、落選。 正解からの引退を表明していたが、2008年11月16日、これまで所属していたリクードの左傾化を理由に、極右政党イスラエル我が家への移籍を発表。2009年2月の総選挙で同党から、政界復帰を目指す考えを明らかにした。ランダウは、同党の二的な存在で、比例順位2位で出馬、総選挙で7回目の当選を果たし、政界復帰を果たした。 同年3月に発足した第二次、ネタニアフ政権では国家基盤省として入閣を果たした。ランドジョインズイスラエルベーテーヌビコーズヒー、キャントトラストリクード。ありがとうございます。